こんにちは。Adobe Express を楽しく簡単に使いこなしていますか？ Adobe Express はパソコン、スマートフォン、タブレットで作業を行うことができます。今回はタブレットを使って作業を行っていきます。Adobe Express を起動します。Adobe Express のホームの画面が表示されます。今回使用しますテンプレートは、こちらリーフレットです。リーフレットもね、作ることができるんですね。右側のすべて表示をタップします。リーフレットのページが表示されます。すべてリーフレット、ビジネス、写真、学校、旅行とあります。この中で今回はね、すべてリーフレットの右側、すべて表示をタップします。そして今回はね、このネームスクール、このテンプレートを使用します。このテンプレートをリミックスをタップします。テンプレートの編集画面が表示されます。これをね、作り変えていきたいと思います。まずね、テキストを変更します。自然な英語が身につく、タップします。そして、左下、編集の編集をタップします。ここでね、何にしようかという、スマートフォンを学ぼうにしましょうか。右上のチェックボタンタップ入れます。スマートフォン学ぼう。で、ネームスクールのネームを、名前をタップして、左下編集の編集タップします。ここはね、私の名前入れときましょう。で、右上チェックボタンタップします。大谷スクールにしました。で、下の方のね、シェイプ、図形を変更したいと思います。この自由の女神、これ消します。この ABC も消しましょう。これも消しましょう。そしてこの学校のシェイプをタップします。そして左下置き換えをタップします。ここでシェイプをチカンと出ますんで、シェイプを検索で、これをね、何にするかというと、受講生にしましょう。受講生のシェイプが表示されます。さらに表示をタップすると、多くのシェイプが表示されます。これを選びましょうか。シェイプが挿入されました。次に、真ん中の上の方の、シェイプ画像、これをタップします。で、左下置き換えタップします。ここもね、ティーチャーになってるんで、ここを、入れ替えてスマートフォンにしましょう。検索します。どれにしようかな、これにしようか、これにしようかな、タップします。スマートフォンが入りました。その下テキストをね、編集します。編集タップします。ここね、消して、ここをスマートフォンの使い方からセキュリティまでにしましょう。右上のチェックボタンタップします。これ文字が小さい時にはテキストの白い枠、ここにね、白い丸がありますんで、ここで、ちょっと広げることもできます。こんな感じでね。そして応援キャンペーン、入学金0円、初月の授業料半額、ここはいいかな。スクールバッグプレゼント、ここ文字をね、変更しましょう。1回タップしますと、青い枠はグループ化されてますんで、この状態でもう1回スクールバッグをタップします。白枠出ましたんで、左下の編集でテキストをね、入力しましょう。プレゼントを何にしようかな。スマホクリーナーにしようか。で、右上のチェックボタンをタップします。スマホクリーナープレゼントに変わりました。あとはね、スクール一覧で、渋谷校、新宿校とか学校名がありますんで、そこをね、入力していけば OK です。リーフレットは、両面作るんで、似たようなのをね、また裏面作っていけば、完成でございます。これで OK という場合にはね、右上の、ダウンロードのボタンをタップします。プロジェクトを準備しています。画像保存が完了しました。一回これ確認したいと思います。よいしょ。そして、ファイルマネージャーから開いていきましょう。画像、入ってますね。
はい、スマートフォンを学ぼう大谷スクール OK です。リーフレットが完成しました。このようにしてね、タブレットで Adobe Express をね使っていろんなテンプレートをね編集作業することができますんで、ぜひね Adobe Express を使ってみてください。現在ね無料プランでご利用の皆さん、そしてこれから Adobe Express をね使ってみたいなとお考えの皆さん、すべての機能が利用できるプレミアムプランもご用意されてますんで、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。はい、ということで、今回はこの辺で失礼します。